はい今日はねザッツの大きさについてやってくれた話が多かったんで大きさおおついに女性の MC がキクジャビー女性の MC 入ったんですか はい、こんにちは、おりしです。今日はね、ちょっといきなり小芝居から始まったオープニングなんですが、僕もね、やっぱり他のね、メンズのチャンネル見てると、こういう可愛らしい女性が MC でいてくれてっていうのをずっと憧れてたんですが、ひぐアピーがね、うるさいんですよ、すっごい。で、もうそんなの使うな、お前一人でやるってずっと言われてたんですが、今日ね、ついに、はるちゃんっていうアシスタントがついてくれたと思いきや、そんなこと全然なくてですね、はるちゃん、実は今、うちのジェディアファッションチャンネルのアシスタントをね、やってくれててね、いつもあの辺にいて、はい、僕がつまんないこと言っても肉や にいてくれるっていうので気持ちが盛り上がるということでいてくれてるんですが今回なぜね登場していただいたかというと MC をやっていただこうということじゃなくてザッツっていうバッグがあるんですがそれについて男性がね着けてる写真ってうちはいっぱい載せてるんだけどザッツってもう半分ぐらい女性が買ってかれてるんですよねだからその女性がつけた時の大きさが見たいっていう声がありましてちょっと無理に春ちゃんにお願いしてちょっと今回だけ出てくんないですかっていうことで出ていただいたとよろしくお願いしますお願いしますはいあんまり内容ないんです。 がとにかくもう雑ッツのものをどんどんつけてもらってまあ女性がつけた時どんなぐらいの大きさになるかっていうのをちょっと見ていってもらいたいなということでやっていきたいと思います実際その YouTube のコメント欄にもあったのがマックトートとキナックスとネッパっていう同じ形なんだけど大きさが違う3つがあってそれがねどうなのっていうのがあったんでちょっとそこから検証していきたいなと思いますマックトートがねこれなんですよキナッックスががこれネッパが これどうですか女性だと一発目ファーストインプレッションどれがいいかなみたいな感じありますそうですね これ,これか熱波ですかねこれメンズが持つとちなみにこんな感じになっちゃうので結構弁当箱っぽくなっちゃうんですよねこのキナックスあたりから女性男性が分かりやすいとこなんですが気に入ってるじゃあ熱波からちょっと持ってもらいましょう、うんはい、まず熱波を女性が持つとこんな感じですね女性が持つとほんと普通だよね違和感ないよね全然女性ってこれぐらいの大きさでも全然問題ない俺なんか PC とかいろいろ入れたくなっちゃうからちょっとちっちゃいなって印象かに そうですね用途によってはでも化粧品とかああいうのうん、うん、財布とかだったら問題ない、うん、これショルダーがあるんですねこちらをまず肩掛けあこうするハンドバッグっぽくなるよねあと斜め掛け基本短いかなちょっとちょっとキュッてくる感じ荷物いっぱいだとちょっと大変だけど肩掛けの方がしっかりじゃあ熱波がまずこんな感じですね次キナックスですね あちょっと待って。メンズが熱パーを持った場合は、こんな感じになります。熱波メンズはどうなんですかね。ちょっとジャケットとかだと厳しいような気がするよね。T、うん、シャツとかだったらまだいいかなって感じですかね。まあ、メンズだとちょっとネッパーはコツがいりそうという感じ。じゃあ次、レディース、キナックスですね。これも違和感全然ないですよね。よね女性が持つのだと、これぐらいの大きさの方が。これだったら、いろいろ入りそう。入りそうだよね。 PC とかも入りそうだしうん、うん、ちなみにそうだはるちゃんって身長ってどれくらいなんでしたっけ 158158cm 15あじゃあ超標準ぐらいですよね標準ですね日本人女子だと標準ぐらい、うん、ソルダーでこんな感じ斜めがけもできるのかな 斜めけありっぽいそうですねさっきのちっちゃいのよりはだいぶ余裕があ紐が長いのかなそうですねなるほどちょっと長めさっきのやつすごいキュッときてたけどこっちだったら、うん、さっきのはじゃあ肩掛けぐらいまででこっちは斜めもいけそうかなって感じですかね、うん、メンズが持つとねこんな感じメンズもいけるかなそんなにおかしくないよね、うん、別にね、うん、僕は巻、ま、く、あ、トートの方が好きなんですけど別にメンズでも全然キナックスはいけそうな大きさですね、うんうん、ギリギリぐらいだなこれよりちょっとちっちゃかったらなんかフェミン、うん みんな感じなっちゃうそうだけど。これがねマクトートって言って、さっきの三兄弟で一番大きいやつですね。これどう？でかいです。でかい。<laughs> 持たない感じ？私はこの大きさは持ってない。持ってない。エコバッグ。エコバッグ、IKEA <laughs> バッグみたいな。<laughs> 普通の女性だとなかなか持たないぐらいの大きさですかね。でもまあこれあえて持つのも可愛いかなっていうふうには思うって感じのレベル。肩掛けどうですかね。さっきのより短い。あ。 キナックスより短いのか,、うん、かい本当だキナックスの方が長いそういう設計なんですねあ同じショルダーなのかもしれないね<ー>長さとしてはマックトート横幅があるから短く感じるというか、うん、でもなんかこの感じが俺結構可愛いなと思うんだよね、うん、女子がこう斜めにかけてわっときてる感じマックトート使うとしたらどの持ち方が一番良さそうですか 大きいんでこれがなるほどなるほどじゃあガッツリ出て旅行ですね僕、うん、はこれよく持ってるんですけどメンズだとこんな感じなんで全く問題ないしかっこいいかなって感じですよねジャケットにも合いますかってねちょうど来てたんですよこの間イドの時に、うん、スーツはちょっと厳しいけどもうジャケパンでこういうふうにも持ったりもすごいしてるんでジャケパンだったら問題ないと思いますでちなみにマクトートは色がいろいろあるんですけどミックスだと女子とかが持つとでかい感が少し薄まるんじゃないかなと思って ててい感が増すので、うんうん、このマックトートでもこのミックスさっきのグレーのねでかいのだったのかもうい回にもドーンって感じがするんだけどデザインバッグになるのでボストンっぽいといいいとうううかかこっっっちにすするっててのもありかなっていう気がします一応まあ YouTube コメントで質問があったのはこちらなんですけどあと結構ね問い合わせが多いのがナイロンのルーガンとかってあの辺をね見たいっていう方もいるのでちょっとそちらもね 見てみましょうあと前回の動画で雑ってどっちかってったらマイクロファイバーが人気って言ってたんですけども、うん、このナイロンも結構人気が高まってますよっていうところで紹介したこれもいくつかあるんですけど一番ちっちゃいのがこのルーガンってやつですねその次に大きいのがこのローウェルってってこれでどんどん全部持たせるスタイルです <laughs> であとデイバックのヘンリックですね全然分かんないから一個、ね、1個ずつねまず一番ちっちゃいルーガンからいきましょうかどっちがいい色、ね、カーキ今日は黒の装いなのでカーキの方ね持っていただきますどうですかね 最近はちっちゃいバッグが流行ってるみたいな、えー。じゃあこれぐらいのがちょうどいいかなうん、うん、って感じですかね。これくらいも可愛い、ね。可愛い,いかなと。一応これねショルダーもついてて、こう斜め掛けでここにポーチみたいにもできるんですよね。うん、じゃあ次ローウェル。ちょっとでかくなるんですが、こっちをどうですかね。これくらいだとちょうどいい。ちょうどいいかな。なんかちょっと出掛けで荷物増えても入れられちゃうかなっていうレベルですよね。あとはこのデイバッグ。決してでかくはない感じがするんだよな。ちょうどいいよね。うん、ちょうどいい。 かわいいね、パープル。<laughs> パープルと黒のノスかわいいな。手持ちだとどうですか。これも別に違和感ないですかね、うん。違和感ないです。この中だとどれが一番持ちやすそうですか。大きさ的には。 買いやすいのやっぱあっちょっとミドルぐらいとこれだとちょっとちっちゃすぎるかもっていう感じ、うん、うんなるほど女子だとすごいちっちゃいの持ってる印象があるんだけど女子でもこれぐらいあった方が安心感はあるかなっていう感じです何か、ね、あった時なんかあった,あたりね <laughs> お土産とか買っちゃったとかね僕が持つより女子が持った方がかわいいっていうバッグがいくつか雑あって商品撮影の時に一生懸命つけるんだけどまあ気持ち悪いわけですよ <laughs> それはちょっとね今日は持ってほしいなと思って、うん、まず一つ目がタルズって言われてるモデルでこれのね大きいバージョンがあるんです それはねメンズでもめちゃくちゃ売れたんですけど、うん、このちっちゃいバージョンも多分まあメンズでもダメじゃないんだけど多分女子が持った方が可愛いなと思うのがこのタルズっていうモデルです肩掛けもできるし一応斜めもできるんだけどでも女子の場合だと肩掛けなのかな肩掛けがうん可愛いんですよね、うん、ここをねこうぐるっとひっくり返して手で持つこともできるんです、うん、それをダランと垂らしちゃってひっくり返して手持ちっていうのも一応できるいいっすね おっさん盛り上がるの巻 <laughs> これがまずサルズっていうモデルであともう一個いいですかミチっていうモデルがあってこれはマイクロファイバーとナイロンのコンビになっててこれナイロン外しても使えるんですけども中がこうナイロンバッグが見えてるのもちょっと可愛いよねっていうデザインになってるやつなんですねこれもやっぱりメンズよりはレディースの方が可愛いですよねそこら辺のこう太いのとかは調子いいんですかね あ全然,全然違和感ない違和感ないって感じですかね柔らかいです柔らかいさっきはナイロンだったけどこっちはマイクロファイバーですね、うん、色がまた使われてるし素材もコンビになってるのですごいデザインされてる感じがあって可愛いとはいとありがとうございます はいといとうわけで、ね、今日ははるちゃんの力を借りてザッツの女子がつけた時の大きさどんな感じっていうのをねご紹介したわけなんですが今後もねはるちゃん出てきてそこにファンがついちゃって「はるちゃんもっと出てくんないかな」みたいなコメントとかが入るかもしれないじゃないですか。うん、そしたらまあ定例というか毎回というか MC 的なっていうかそんな感じで出ていただいたりとかってしていただけたりするんですかねいや <laughs> いや,いやあもういいです結構ナイーブなんでもうそれ以上聞くとこの後のね <laughs> 撮影がもうちょっとあるんでテンション下がるんであのまあ出てくれそうなんであの皆さんねちょっと期待していただいてこれからもまだまだハルちゃん出てくれって方はねコメントね書いていただければねあとはその女子でこういうスタイルが見たいなとかそういうのをねしれっと書いてくれたらもしかして出てくれるかもしれないのでその時にはねちょっとご協力をお願いしたいなと思いますので是非よろしくお願いいたしますというわけで今日の動画は以上ですいいねと思った方はいいねの方とチャンネル登録よろしくお願いします お願いしますすげー減るよ多分これ今日は増えると思いますよろしくお願いしますあとねインスタグラムやってますで、インスタグラムの方でもこういったバッグのスタイリングとかを入れたりもしてますし今回ちょっと春ちゃんにもご協力いただいて少し写真も撮ったものをね商品ページの方にもねちょっと追加させてもらおうかなと思うので春 <laughs> ちゃん恋しいよって方はそちらを見ると多分顔は入ってないと思うんですけど <laughs> 商品ページに春ちゃんだっていうのがいるかもしれないのでそちらの方もねチェックしていただければなというふうに思いますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございましたそう じゃあねまったねバイバイ はい、ありがとうございました。はるちゃんね、いかがだったでしょうかもうぜひ出ていただきたいという方はね、ちょっとコメント欄みんな書いておいてくださいね。その方が僕もね、やっぱり個人的趣味でお願いしてるみたいにならないので、お願いしやすいので、<laughs> ぜひね、コメント欄お願いします。でもね、本当にジェリアファッションチャンネル、女子 MC 入れないのかっていう声ってたまに言われるんですよねで。僕も木口アピートも相談したりするんですけども、やっぱりこの手のね、男子ファッションのチャンネルって、メンズの人が一人で喋ってるのって結構寒いというか、あとね、僕自身もやっぱ喋ってて、一人で喋り倒すのって、まあまあ、 ハードなんですよね女子にこう「どう思う?」なんて聞きながら「いやマジかよそんなことないでしょ」なんてことをねやりながら喋った方がやっぱり喋りやすいなとは思うので是非ねそういう MC 入れたいなって気持ちもあるんですが一方で実は強烈にもうそういうの入れないで硬派で言ってくれ。 っていう風に言う方もいらっしゃるんですね。だからまあ確かに女性が入って場が和んで雰囲気が柔らかくなってこっちも喋らすくてっていう意味ではいい面もあるんですが、やっぱ情報濃度は絶対薄くなるだろうなと思うんですよね。僕が喋り倒したら嫌な人もいっぱいいると思うんだけど情報濃度は高くなると思うので、それもよしあしだなと思って、j d アファッションチャンネルは 今のところはまあ女性むしでね <laughs>、突っ走ってみようかなというふうには思ってます。でもね、たまにはね、ちょっとそういう意味では菊地アピーが急化してね、女性との対談とかね、セッティングしてくれていいなと思うんですけど。まあ、それは全然来ないですよね。菊地アピーね。うん。